はい、どうも、うみです。本日も意味がわかると怖い話というゲームをやっていこうと思います。はい、前回このタイトル画面ね、やったんですけども、まあ怖かったですね。あの女の子、左にいるね、手前の女の子は霊感がないのに、白い女の子が見えてっていう、実は人間だったっていうね、怖いお話でしたね。いや、怖い。その後ろにいる女の子はね、本当に幽霊っぽいけど、いや、そういう話でもめっちゃ好き。意味がわかると怖い話。警察から逃走中の男は、海岸沿いの洞窟に身を隠すことにした。入り口は狭いが中には空間が広がっていた。男が警察に追われている理由はどこを見ればわかる？はい、洞窟。おーおーおーおお、どう、怖っ。なんだここ、血ついてるけど、どうした？なんか人殺しかなんかしちゃったとか、そういう感じかな。やっぱり男は返り血を浴びている。街で暴行をしていたところを警察に通報されたのだ。はいはいはい。もうすげえね、鮮血がついてるからね。男は徹夜で逃亡していたため、洞窟で少し横になろうと考えた。男はある箇所を見て枕になりそうだと考えた。それはどこ？すげえな。こんな洞窟で横になろうっていう発想になるのすごい。なんか上になんか目みたいなのあるのめっちゃ怖くない？枕になりそう。枕になりそうなのある？この、な、これ？この石？石じゃないのそれ。痛いよ。ちょうど頭にフィットしそうな形の石が転がっている。男は腰を下ろそうと手をついた。でも石じゃん。絶対頭いてて、なんかね、すっごい肩こりとかすごそうよ。そこで寝ると。冷た。男は思わず飛び上がった。何が冷たいのだろう。これイラスト変わってるパターンかな。あ、変わってなかった。何が冷たいのだろうか。はい。これ？これじゃないの？ああ、普通に下に水たまりがある、これか。あ、はいはい。なんか上からね、なんか、ポタポタ落ちてきたんかと思った。地面の一部に水たまりができていた。男は水たまりを避けて、しばらく寝ることにしたのだった。うん、いやね、こんな水たまりがあるし、もう硬い枕だし、もう嫌よ。この後、殺人鬼は死んでしまうことになる。それはどこを見ればわかる？え？殺人鬼、ちょっと待って、さっきの人だよね。ああ、はいはい、まあ、もうなんか変わってないかすごい怖いんだけど、死んでしまうことになる。まあ、これでしょうね。絶対これがやばい生命体でしょう。藤壺が天井近くについている。藤壺？つまり、潮が満ちるとこの高さまで、ああ海水に浸かるということだ。男が目を覚ました時には周囲はすでに海の中というわけ。うわぁ、しかも洞窟だからもう、うわぁ、絶対絶命。なるほどね。あ、なんかそういうやばい生命体かと思ったけど、藤壺っていうなんか、ちゃんとしたあれ生命体だったわけね。未知の生命体かと思った。なるほど。うわぁ、ね、まあね。そうやって人殺して悪いことしたら、まあまあ、そう、自分に帰ってくるから絶対に。はい、ネクスト。ポチ。はい。なんか今回でもそんな怖くなかったね。飼っていたポチが死んでしまい、庭に埋め終えた。私はポチの形見のこれを次のペットにも使ってあげようと考えた。それはどれ？はい。ポチ。え？ポチ？ポチ？ポチ？え？ポチ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 しか言ってない私。ポチにつけていた首輪だ。暴れん坊のポチを抑えるための必需品。次の子にも使った方がポチも喜ぶだろう。ポチじゃないんよ。ポチっていう名の人間やったんよ。ポチが暴れないようにするための道具は首輪の他にもあった。それはどれ？暴れない。もう写真た、ね、飾ってる写真怖すぎて。これかな？はいはい。いやー、さあ、怖えー。暴れん坊のポチを抑えるため、日常的に注射を打ってあげていたのだ。日常的に毎日？おかげで最後は穏やかに死んでいくことができた。なんなの？ポチを大事にしたいんじゃないの？なんで、そんなね、早死にするようなことするの？ポチは一度暴れると噛みついてくることもあった。その証拠はどれ？噛みついて、これね。もう、歯型ないよ、ただの人間の。私の腕には歯型がついている。すごく痛かったけど、今となってはいい思い出だ。もう思い出二つ二箇所もあるし、そこ、ねえ、なんか、貼ってるのは、なんか、そこもなんかされたんじゃないの？歯型は異様な形をしているように思える。さて、ポチの正体は何だろう？
ぼっちの正体はここにいます。もう最初、埋めたって、しかもそっか、埋めたって言ってたね。いや、怖っ。腕についた歯型は明らかに人間のものであった。私とツーショット写真に写っている男性、よく見ると首輪のようなものをしている。彼女が飼っていたのは男性だったのだ。注射は男性が抵抗しないよう衰弱させるものだったのだろう。結果死んでしまうこととなった。うわー、もうやめて、第二のポチ生み出せないで、本当にもう許してください。もうね、もうこんな、もう嫌な顔してるじゃん、ポチもね、ポチくんも。うわー、怖っ。いやー、ちょっと人間が怖い話でしたね。お別れ会。はい。放課後の教室に生徒が集まっている。何が行われている？はい。何が？お別れ会。あ、なんかいい感じには見えるけど、お別れ会。何が？これだよね。はいはい。黒板にお別れ会と書かれている。クラスメートの一人が転校してしまうのだという。はいはい。まあ一見ね、いい感じに見えるけど、まあそんな話じゃないでしょうしね。お別れ会は和やかなムードで行われていた。それはどこを見ればわかる？和やかなムード、まあこのね、観客というか観客クラスメイトがすごい笑ってるからいい感じではあるけれども、クラスメイトはみんな声を出して笑っている様子だ。転校する生徒との最後の時間を楽しもうとしているのだろう。まあね、この一番手前にいる笑ってる人、すっげー張り付いた笑顔で怖い笑顔だけどね。はい。転校する生徒はどこにいるだろう。ここにいます。いやでもこの子の泣き方なんか違うのかな。はい。いやー、これいじめられて泣いてる表情なのかな。一人だけ涙を浮かべている。やはりクラスのみんなとお別れするのが寂しいのだろう。なんか色紙に嫌なこと書いてるのか。この生徒が泣いているのは寂しいからではなかった。彼が泣いている理由はどこを見ればわかる？がこれかな。渡されたもの、何渡したの本当に。そんな泣くほどのものって何？彼に渡されている寄せ書きの色紙は白紙だ。あー、そういうこと。誰も彼にメッセージを書かなかったということだ。彼はいじめられており、それを理由に転校するのだった。もうさ、転校するって言ってんのにさ、最後の最後まで、なんなんお前らってね。最後までクラスの笑い者にされ、彼は泣いてしまったのである。もう一刻も早く抜け出そう、その負の環境から。もうこんなクラスにいたら絶対良くない。いやー、ひでえ。なんで、わざわざでもこのために色紙買ったんでしょ？ね。なんなの？嫌いな人のためにわざわざお金はたいてなんかするって、好きじゃんってなるけどね。強盗。はい。周囲を森に囲まれた一軒家、そこで一人暮らしをしている女性の身に大変な危険が迫っている。それはどこを見ればわかる？森に囲まれた一軒家、怖すぎん？なんか待って、なんかどっかのゲームでさ、こんなお面見たよ似たようなまあ違うお話だけど、怖い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 。大変危険が迫っている。はい、危険ですね。あ、待って、これ全く一緒じゃない？なんか手話も見えたよ、手話。女性の背後で仮面をかぶった男が斧を構えている。これは撮影でもドッキリでもない。めちゃ笑ってる。すっげー楽しそうに笑ってる。はい。この男は一体どこから侵入したのだろうか。はい。これ、ほら、手話の基本。なんか、前別のゲームでもこんな感じあった。で、実はこの子耳が聞こえないから、気づいてないみたいな。でもなんか対策はしていたよみたいな話だったけど、これ対策してるかな。どこから侵入した。はい、こっから窓を割って。いやー、ひどい。ほんとそういう人を狙ってっていうのを、最悪。リビングの窓ガラスが盛大に割れている。男は堂々とこの窓を割って侵入してきたようだ。はい、侵入してきましたね。女性は男性の侵入に全く気づいていないようだ。それはどこを見ればわかる？どこを見れば、まあこの女の子の表情、テレビまあガン見してるからね。はい。のんきに映画を見ている。だがテレビから音は出ていない。一体どういうことだろう。はいはいはい、字幕とかそういう感じかな。いやー、なんでこんなさ、なんか楽しいひとときをさ奪うようなことするの。男性は窓ガラスを破って侵入してきたにもかかわらず、女性はなぜその存在に気づかなかったのだろうか。その手がかりはここを見ればわかる。あ、でも、ね、あれ、なんだろう。
前その別の似たようなゲームではね、ちゃんと本当防犯ブザーかなんかみたいな感じで対策してたけど、これ本当に気づいてないんだね。どうなっちゃうの？壁に貼られているのは手話に関する一覧表だ。彼女は耳が聞こえないのである。犯人はそのことを知っていたのか、堂々と侵入したというわけだ。彼女が犯人の正体に気づいたのは自分の頭が吹っ飛んだ後だった。やだ、こっち助からないパターンじゃん。やだ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 。もうさ、本当にその斧を振り回さない斧を振り回さないでくださいは当たり前すぎるねいやもう本当やめよう、もうこういうの。平和に暮らそうよ。